よいしょ。はい、ということで、コンチーム部長の龍心です。どうも。なんで僕が今こんな悲しい顔をしているかと言いますと、うちで飼ってた八重山丸バネクワガタちゃんが2匹ともお亡くなりになってしまいました。あー、寂しいですね。今はですね、こういう形で、ジオラマ標本にしてあります。見えるかな。はい。で、今回はですね、この八重山丸バネクワガタのジオラマ標本の動画ではありません。今回はこの八重山丸バネクワガタが、生きてた時にですね、まだ存命だった時にですね、ペアリングと、産卵マットの動画を撮っておりました。なので今回はその動画になります。亡くなる前に命を残していてくれたので、では今回はその動画をどうぞ。はい、というわけで今回は八重山丸バネクワガタのペアリングになります。こっちの子がですね、前回動画でも取り上げた、うちで生まれた子です。はい。で、こっちのオスの子がですね、なんとですね、僕の誕生日にですね、彼女が誕生日プレゼントで買ってくれた個体になります。はい、なかなかすごい彼女ですよね。めちゃめちゃ嬉しかったです残念ながらうちではね、まだオスが生まれてきてないので、非常に嬉しかったです。実はですね、もう一匹、メスもおります。ペアリング自体はそんな難しいものじゃないっていう風に聞いてるので、そこまで、神経質にならなくていいかなとは思うんですけど、一応メスも用意しております。他のメスも用意しております。これです、こっちは大きいですね。この子は一旦ちょっと撤収してもらって、手が離れない、待って痛い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 。まずこの子たちにね、ペアリングしてもらおうかなと思います。では早速ペアリングの方を始めていきましょう。あれからですね、あれから、小1時間ぐらいちょっと様子を見てるんですが、オスがなかなかメスに興味を示さないので、ちょっと一旦メスを変えて、またペアリングの方やっていきたいなと思います。ちょっと一旦メスを交代させて、はい、ちょっとじゃあ行きます。食べた、よっこいしょ食べたってめっちゃ入っちゃったんだけど何の意味ないじゃん。はい、じゃあちょっと気を取り直して、じゃあここからちょっと待っていきましょう。おっ、オスがだいぶ反応してる。おー、始まりましたね。交尾始まりました。頑張れ。しっかりオスがメスをガッチリロックして、ちゃんと交尾できてますね。
あ、そう。はい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 、はい、終わったんだったら話してください。ちょっとはいはいはい、というわけで、無事交尾が終わったみたいなので、マットの方作っていこうかなと思います。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、というわけで、八重山丸羽根クワガタの産卵マットを、作っていこうかなと思います。今回使用するのはですね、昆虫王国さんで買ったこの発酵済みマット、こちらと、丸羽根用の赤枯れマットですね。これ必須ですよ。赤枯れと、うん、破れてる。待って、なんで？オーマイガッシュ、危ねえ。よいしょ、赤貝マットと、これですね。これ何かっていうと、あの、僕がクワガタ飼育で使ってた、マットです。あ、待ってるマット。クワガタの幼虫飼育で一応使ってて余っちゃったんで、これを使っていきます。なんか、その、丸羽の、幼虫とか産卵飼育とかで、結構必要なのが、この幼虫とかがこう食べて、菌とか、あれですね、なんて言ったらいいんだ、なんかこう幼虫とかで食べてた菌とか、その適した環境みたいな、結構デリケートみたいなので、そういうのがね、いないと、ダメらしいです。僕もよく分かってないですけど。僕も去年から丸羽飼育、幼虫飼育を始めて、必要なのは、絶対新しいマットだけでやらないっていうことっていうふうに言われたので、もともと使ってたこっちのマット、これを使っていこうかなと思います。はい、でですね、ちょっとすごいめんどくさいんですけど、ここに、使ってたこいつをね、ふるいでかけていきます。細かくしていきます。これがめんどくさいんですよ。疲れる。スキップ。よいしょ。もうラストよこれ。ラストって言っても、僕がもともと使ってたお風呂の方がラストなだけですけどね。昆虫飼育で何が一番大変ですかって聞かれたら、マットこすことですってなるかもな。これが一番きついかもな。何が一番きついって、もマットこすのが一番きつい。一旦これくらいにしておいて、じゃあ次ですね、次この発酵マットこしていきます。よし、こんなもんじゃないでしょうか。あとはここに、丸羽根赤枯れマットをね、入れていきます。ここに、赤枯れマットを入れていきます。よし、 OK。 じゃあここにちょっとずつ撥水をしていって、よ
しょ。固まったらほどける。固まったらほどけるぐらいで。よし。いいんじゃないでしょうか。あとは容器に移していきます。使う容器は、これですね。ここに移していきます。ちょっと容器が大きすぎるな。ちょっと容器が大きすぎたんで変えます。よし、こんな感じで。よいしょ。はい。で、八重丸の産卵マットですね、この状態でふわっとした状態で、大丈夫です。どうやら八重丸のメスの産卵方法は、自分で踏み固めて生きながら産卵をしていくので、こちらでいこうかなと思います。この上にね、転倒防止用のバスクチップ置いていきます。転倒防止用のバスクチップ、ちょっと細かいですけどね。モカスリープの中、モカスリーかな。よし。で、転倒防止用の幹置いて、んでプロゼリー、最悪だ。ちょっとここに置いて、ゼリーが落ちちゃった。ここに置いて、ゼリーを2つ置いて、完成です。じゃん、こんな感じ。はい。いや、じゃあここに、先ほど交尾してくれたこのメスをね入れて、完成です。映ってる？あ、映ったね。このメスを入れて完成です。よいしょ。じゃあよくしょ、産んでね。無事産んでください。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、本当に、次の世代に命をつないでくれた、八重山丸羽クワガタに、本当に感謝ですね。ありがとうございます。本当ありがとうね。あとは、僕の管理で無事生まれてくることを願うばかりですね。というわけで、今回の動画は以上になります。ここまでのご視聴ありがとうございました。バイバイ。